重曹は体をきれいにする、痩せる、疲れにくくなる、がんを消滅させる。だから毎日飲んだ方がいいんだ。あなたはこんな話をテレビやネットで見たことはあるでしょうか？最近よく巷で話題になることの多いのが重曹の健康効果について。でもそれって本当なんでしょうか？重曹の健康効果、科学的な根拠はあるのでしょうか？結論から言っておくと、確かに使う人や使い方によっては重曹水は体に非常にいい作用をもたらしてくれることがあります。中でも特に腎臓の健康状態に影響を与えることがあるんですね。しかし意外な使う時の注意点もあるので、闇雲に全員がガブガブ飲むのはおすすめしないんです。では重曹水、どのように飲んだらいいのでしょうか？どんな方が飲むべきなのでしょうか？今回の動画では重曹水の医学的に正しい知識を解説します。普段の生活でどのように活用できるのか、最大限に効果を引き出すための方法について、重曹水、毎日飲むと体はどう変化するのか、具体的な効果と注意点は何なのか、重曹水について余すことなく丸ごと解説していくので、上手に普段の生活で活用していつまでも健康に過ごしていきましょう。こんにちは。予防医学チャンネルで今日も大事な体の勉強をしていきましょう。今回のテーマは重曹です。この動画を見れば重曹の正体や重曹水の健康効果、使う時の注意点や一番いい使い方など、重曹について他の人に説明できるレベルになると思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速解説に参りましょう。さて、まず重曹と言葉はよく聞くんですが、一体そもそも重曹って何のことなんでしょうか？その正体を知るところから始めましょう。まず少し懐かしく思う方もいらっしゃるかもしれませんが、重曹とはすなわちこれなんです。これは科学の時間に学生が勉強する科学式ですね。この科学式、学生時代に見覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか？何かわかりますか？この NaHCO3 というのは炭酸水素ナトリウムという物質で、これそのものが重曹の正体なんですよね。アメリカではベーキングソーダなんて呼ばれることもあります。さて、そしてこれが重曹の大きな特徴でもあるんですが、皆さんこの NaHCO3、 酸性かアルカリ性か覚えていますか？この世界の物質は水に溶かした時にその液体がどんな性質を持つかで、酸性とアルカリ性に分けられます。学生時代にリトマス試験紙を使ってこの実験をした人もいるのではないでしょうか。そしてこの重曹はアルカリ性の方なんですね。というのも重曹、すなわち炭酸水素ナトリウムを水に溶かすとこんな式になります。この OH- というのがアルカリ性というのを意味しているんですね。昔科学を選択していなかった人は何のこっちゃよくわからないかもしれませんが、とにかく重曹は酸性の反対のアルカリ性というやつなんだと思っておいてください。この後で説明するんですが、このアルカリ性というポイントが重曹の効果、そして人間へ及ぼす体の変化に大きく関わってくるんですね。さて、そしてこの重曹なんですが、私たちの普段の生活でもよく使われますよね。例えば洗剤。重曹は油汚れを落とすのに非常に効果的です。よくコマーシャルでは、この商品は弱酸性なのでいいんです。こんな話がされることを耳にしますよね。一方で重曹に関しては逆の弱アルカリ性の物質になるんですが、例えば油汚れなんかはその汚れ自体が酸性なんですよね。なので重曹でお掃除をすると、汚れの酸性と重曹のアルカリ性が中和して、結果として汚れが落ちる。こんな仕組みを利用して重曹は洗剤として使われているんです。また臭い匂いも中和する消臭作用もあるので、お洗濯で使われることもありますし、他にも膨張、膨れる作用もあるので、料理でふくらし粉として使われることもあります。これは重曹を加熱すると二酸化炭素 CO2 が出てくるので、例えばパンの素材に入れて焼き上げるとぷくっと膨れてくる、こういう仕組みなんです。洗濯、洗い物、料理など重曹は私たちの普段の生活で欠かせないものなんですね。そして今、中和という言葉が出ましたが、実は私たちの皮膚に対しても面白い効果を発揮することがあります。というのも、実は私たちの皮膚の皮脂も酸性なんですよね。なので、例えばお風呂に重曹を入れて重曹風呂にして入浴することで、皮膚の表面でアルカリ性の重曹と酸性の皮膚の皮脂汚れが中和反応を起こして汚れが落ちてお肌がすべすべになる、こういうことをする方もいるんです。重曹、炭酸水素ナトリウムなんてものをお肌につけても大丈夫なのと思う方もいるかもしれませんが、弱アルカリ性なので刺激は強くありませんし、重曹は元をたどればケニアやエジプトなどの鉱山で鉱石を掘ってきて、そこに二酸化炭素を加えて作られていたり、日本では塩の入った海水を電気で分解してそこに二酸化炭素を加えて作られていたりと、先ほどの化学式のように不純物がないことも多いんです。なので特に重曹は肌に使ってダメということは全然ないんですよね。さて、ではこんな面白い特徴を持った重曹なんですが、今度は水に溶かして重曹水にして飲んでみて、皮膚ではなく体内に取り入れてみる。これを行うと一体どんな変化が人間の体で起きるのでしょうか。一緒に見ていきましょう。予防医学チャンネルでは医者の見地から科学的エビデンスに基づいた医学健康情報を発信しておりますので、チャンネル登録しておくときっと役に立ちます。40歳からの予防医学という中高年に必須の医学を一冊に凝縮した本も好評発売中です。はい。では、重曹水を飲むと起きる健康効果や体の変化、注意点について解説していきましょう。まず、重曹水を飲んでたどり着く場所はどこでしょう？そして前半でも紹介した中和についてですが、人間の体の中で酸といえばどこでしょう？思い当たるでしょうか？これで勘のいい方はお気づきかもしれません。そう、胃なんですね。重曹水を飲むとまず胃の変化が起きることがあるんです。それは一体どんなものなのでしょうか。皆さんがご存知の通り、胃の中では食べ物を消化するために胃酸が分泌されています。そして胃酸は本当に強力な酸なので、胃の壁まで溶けて消化されないように胃の内側は特殊な壁で作られているんですね。では、先ほど説明したように重曹水はアルカリ性なんですが、この胃酸が多く分泌されている胃を通過すると果たして何が起きるのでしょうか。まあ想像通りかもしれませんが、胃酸と重曹で中和反応が起きます。それって大丈夫なの？胃酸が中和されて食べ物を消化できなくなるんじゃないの？と心配になる方もいるかもしれませんが、重曹は弱いアルカリ、胃酸は強力な酸なので、中和といっても部分的にされるだけで胃酸の活動がストップしてしまう心配はないんです。そして重曹で胃酸が少し中和されるとどうなるのか、こういうお話なんですが、例えば胸焼けやゲップのひどい逆流性食道炎の症状が出ている方や、時に胃のあたりが痛くなる胃酸過多や胃炎の人であれば、胃酸が少し中和されることでいい影響を与える場合があります。逆流性食道炎は胃酸の逆流で起きていることが多いですし、胃炎も胃酸の分泌が多くなっていることが原因の場合があるので、重曹が程よく胃酸をコントロールしてくれることで症状が和らぐ場合があるんですね。しかも事実として病院の処方薬としても、胃炎の人には重曹の成分である炭酸水素ナトリウムを医師から処方することもあるんです。厳密なところを言うと、胃炎は胃カメラなどを行い病院でしか診断はできませんから、胃の痛みなどの症状が続いているならまず医師の診察を受けた方がいいとは思いますが、原理で言えば重曹水を定期的に飲んでおくことで胃酸と中和反応を起こして胃もたれのような症状が改善するということはあり得るので、知識として持っておいて、いざ胃の症状が出た時に試してみる選択肢はあると思います。さて、そして胃を通過した重曹は消化され、最終的にはおしっことなって体の外に出ます。そして実はおしっことなってからも、なんと重曹は重要なお仕事をしてくれるんですね。その作用とは、尿路結石をできにくくしてくれるんです。しかし、一体なぜ重曹を飲むことで尿路結石ができにくくなるのでしょうか。まず、尿路結石という病気は、おしっこが作られてからの通り道である腎臓、尿管、膀胱、尿道、このルートの中に石ができてしまうことなので、尿管にスポッと石が挟まってしまうと、とてつもない激痛に襲われる病気です。そして実はこの尿路結石、おしっこが酸性に近いとできやすい場合があるんですね。特に尿酸値が高い人は、このおしっこが酸性に近づくことによって石として固まってしまう尿酸結石という石ができてしまうことがあり、尿酸値が高い方が気をつけなければいけないのは痛風だけではありません。尿路結石も要注意なんですよね。さて、そしてここで重曹の出番なんですが、前半で説明したように重曹はアルカリ性の物質ですから、おしっこにおいてはこの酸性を中和、打ち消してくれて、その結果石ができにくくなる作用があるんですね。例えば病院でも、おしっこが酸性であることが原因で繰り返し尿路結石ができて苦しんでいる方には、重曹を処方することもあるんですよね。石のでき方による部分もあるのですが、何度も尿路結石になって辛い思いをしている人は、一度病院で相談してみてもいいと思います。さて、ここまで胃とおしっこをアルカリ化することによる重曹の驚きの効果を解説してきましたが、実はそもそも人間の体自体が酸化してしまうことがあるんですね。この現象を医学用語で酸欠症と呼ぶのですが、例えば腎不全などの状態になり、腎臓の機能が落ちてしまうと、本来体の外に出さなければいけない酸の成分が体の外に出せなくなります。結果として体に酸がどんどん溜まっていき、血液の中に酸が増えた状態を酸欠症と呼ぶんですね。そして実は人間の体内というのは、だいたい酸性とアルカリ性の真ん中ぐらいか、少しアルカリ性寄りの状態で保たれていて、体が酸性化することを医学用語でアシドーシスと呼ぶのですが、このアシドーシスの状態は、本来の人間の体にとっては完全にバランスが崩れてしまっている状態なので、続くと命にすら関わります。例えば腎臓の機能が落ちて体の中に酸が溜まってしまうと、おしっこの方から出すことができないので、人間の体の本能が反応して、今度は呼吸の中で酸を出すことになるんですね。具体的には、皆さんご存知、二酸化炭素の形で激しく呼吸を行うことで、できるだけ酸を外に出していくんです。そのためアシドーシスの状態になると、呼吸が激しくなり、ハーハーする呼吸が止まらない、危険な状態になることがあります。そしてこの体に溜まった酸を中和させるために、体の酸とアルカリのバランスを元に戻すために、程度に応じて重曹が処方されることがあるんですね。他にもスポーツをしている方に向けた研究でも、重曹を飲むことで疲労困憊のクタクタな状態になるまでの時間が伸びたといったものや、筋肉の持久力が上がった、こういった文献もあり、重曹には本当に様々な効果が期待されているんですよね。さて、このように人間の体に様々ないい作用を及ぼしてくれる重曹なんですが、気をつけるべきポイントはあるのでしょうか。まず、重曹水を飲むのであれば、必ず知っておきたいポイントがあります。というのも、重曹の正式名称を見てみましょう。炭酸水素ナトリウムと書いてありますね。そしてこのお尻の部分、ナトリウムという成分が何なのかご存知でしょうか。この正体は塩なんですね。実はだいたい重曹 1g に対して 0.7g の塩分が含まれています。そしてご存知の方も多いと思いますが、塩分というのは血圧を上げる作用があり、高血圧の人にとっては塩分天敵ですから、例えば高血圧の人が重曹って健康にいいんだと思って毎日ガブガブ何杯も重曹水を飲むと血圧が上がってしまうことがあるのでおすすめしません。日本高血圧学会の推奨は塩分は1日 6g 以内とされているので、特に血圧が高い方はこの側面は抑えておきましょう。また重曹が体をアルカリ性にしてくれるのがいいんだ、こういう話をしましたが、先ほど話したように人間の体は酸性になりすぎても良くないですが、アルカリ性になりすぎるのも今度はミネラルのバランスが狂ってしまったりして良くないんですね。今回お話しした通り、あくまで腎臓が悪い人や胃酸が多い人、尿路結石ができやすい人など、体の中で酸性に傾いている部分があり問題が起きている人が使って中和が起きることで効果が発揮される、こういう仕組みなので、特に何も問題が起きていない人がガブガブ重曹水を飲んでしまうと、今度は体がアルカリ性になりすぎてしまうこともあるので気をつけましょう。まあとはいえこれは個人差がある話ですが、重曹水を飲んで体が疲れにくくなったという方もいますし、塩分の話も含めて人によるのと、飲みすぎは絶対注意なんですが、1日重曹を 2g から 3g くらいまでなら普段の生活に取り入れてみて、体にどんな変化があるか試してみるのは全然 OK だと思います。また味はどうなのかといえば、重曹自体はお世辞にも美味しいと言えるものではありませんから、蜂蜜、クエン酸、レモンといったものを加えて美味しくアレンジしてあげてくださいね。あとは巷で重曹水ががんに効くんだと言って重曹水をまるで魔法の薬のように紹介したり、重曹点滴なんて言って高額の点滴を行っている医療機関もありますが、残念ながらがんに対して重曹がいい効果をもたらした、こういうデータはありませんから、そういった怪しい情報には騙されないようにしてくださいね。私たちの普段の生活で本当に目にすることが多い重曹、今回紹介したように注意点はあるものの、人によっては胃や腎臓、尿路結石、疲労についてなど様々ないい効果を及ぼしてくれることがあるということが分かりましたね。ぜひ皆さんの重曹水の使い方もコメント欄で教えてもらえると多くの方が役立つと思います。また新しい試みとして普段の生活から予防医学を意識してもらうためのプレゼントを予防医学チャンネルの公式 LINE で無料でお配りしています。腎臓を守る方法総集編の電子書籍、寿命を伸ばすために日常生活で絶対にやるべきことリスト100、エビデンスに基づいた年齢別にやるべき検診リスト、すぐ病院に行くべき症状リストなど LINE から予防医学を学べる盛りだくさんのプレゼントになっているので、動画の下の概要欄から公式 LINE に登録してぜひ活用してもらえると嬉しいです。予防医学チャンネルでは他にも楽しく健康寿命を伸ばす食事や生活の動画を作っているので、ぜひ学んでいってくださいね。高評価でも低評価でもいいので評価していただけると今後の参考になるのでぜひお願いします。それではまたの受信をお待ちしております。